皆さん、バカな動画アップしてるサイチャンネルサイです。今日は見ての通り髪の毛を切ってきましたよ。ちょっといいですか、パーマかけてちょっとムースをつけた感じです。こちら大人のメロンパピコ173円でした。食べていきたいと思います。甘く香るコクのある味わい、期間限定大人のメロン、美味しいのかな。食べていきたいと思います。高いですね、170円。あ、色がメロンの色ですね。ちょっと食べていきたいと思います。ちょっとね、私ここのとこ近くカビになってしまって、こっち染みるかな。でも歯医者行ったから染みないと思いますけど、食べていきたいと思います。うん、あ、すごいメロンの味です。メロン本当に、この黄色い、この黄色い完熟のメロンそのもの、すっごい美味しい。すごい、あ、近く過敏、あ、ちょっと痛いかな、ちょっと痛いかな。歯医者行ってね、近く過敏ですねって言われたんですよ。ある日突然お昼ご飯を食べてて、冷たい麦茶を飲もうと思って、会社で冷蔵庫から出した瞬間、クッとキーッと近く過敏って自分で思って、歯医者さんに電話して行きましたよ。一本はね、子供に会いますよ。で、どうですか髪の毛、ちょっといい感じじゃないですか。今までの髪の毛をちょっと短くした感じですね。入学式も4月5日で終わって、その前にちょっとパーマかけたかったんで、でも火曜日なんですよ、美容院で。だいたい火曜日休みですよね。でも私の仕事場が火曜日休みなんですね。火曜日が休みじゃないところを探して行ってきましたよ。じゃあ今日の動画が良かったらグッドボタン押してくださいよ。じゃあね、あ、チャンネル登録もいつも忘れちゃう、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。どうかな髪の毛。バイバーイ。